お願いします。はい、こんばんは。こんばんは。すいません遅くなりましたがいいね。はい、30分遅れのインスタライブスタートです。お待たせいたしました。意外に時間かかりました。すいません、ちょっと準備に時間が。表題の通り MSC の 23SS 12月25日クリスマス発売なんですけど、はい、のアイテムをご紹介しようと思います。一応このラックにちょっと詰めたのと、あとここの平台ですね、にバーッと引き詰めてます。で、はい、一部ちょっと僕たちがつけたりしてるので出てないものもあるんですけど、こんな感じで全て展開してます。はい、でざーっとご紹介していこうと思うんですけど、何か質問あればお気軽にメッセージください。あと、これ一応アーカイブに残すのと、YouTube にも上げる予定で YouTube 用にも撮ってるので、そっちももし明日中に上げようと思ってるので合わせて見ていただけると嬉しいです。はい、じゃあ今シーズンのなんか恥ずかしい、そうですねちょっとコメントしていただける方、できるだけ読むようにするんですけど、説明のなんていうんですかね、タイミングとかでちょっとクイックに読めない場合もあるんですけど、気長に見ていただければ読むようにしますので、はい、よろしくお願いします。はい、いつも結構ちょっと長めのインスタライブになるので MSU はそうっすね。はい、ゆっくり見てってください。はい、じゃあ、はい、すいません、お願いします。で、23SS はレディーっていう題名というかテーマになってるんですけど、今シーズンはもうその前ベッドマイブーツ、自分のブーツをかけるほど自信があるよっていう、全てをかけてるよっていうのをシーズンのテーマにした秋冬 22AW があって、その続きと言っちゃなんですけど、レディー本当にこう、 もう心の底から準備ができた、これで海外にも挑むことができるよっていうデザイナー自身のこう心の表れみたいなのをテーマにして、で初めての東コレでのちゃんとこうオンスケジュールでのショーの発表とかを行って、23AW 実際にパリで MSU 初めての展示会をする、でそこの準備段階、最後の日本での勝負というかっていうのを表してます。で、コレクションのキーパーソンというかがいて、でその人を元にものづくりがされてるんですけど、それはおそらくほとんどの人が MSU 好きなほとんどの人が気づいてると思うんですけど、マイケル・ジャクソン。ただマイケル・ジャクソンを復活させようとしたようなコレクションではなくて、彼のステージ上の姿と、じゃあステージ降りた時の顔をスカーフで隠してる時の姿、全然違う2つの姿、その二面性も等しく美しいっていうところに感動を覚えた後藤さんが作ったシーズンになってます。なので例えば、まあ、こういうねちょっとザーみたいなフリル系のブラックのアイテムだったりとか、きらびやかなステージ衣装にもなるようなスパンコールだったりとかっていうものがあったりとか、テーラードジャケットもそうだし、キーカラーが赤っていう点もそういうところから着てたりします。まあ帽子とかもね、まさしくそういうものの象徴だったりしますし、こう今シーズン結構マイケル・ジャクソンから着想を得たものになってます。で、スタジャンっぽいようなスカジャンとかも出てる、このファーストデリバー出てるんですけど、ちょっとお店にまだ雪の遅延の関係で届いてないので、その紹介はちょっとできないんですけど、またそれもご紹介させていただければなと思います。はい、ではまず後藤さんが、はい、こんにちはってコメントいただいてます。こんにちは。こんにちは。見ていただいてます。嬉しいです。さっきやり取りしてたなるほど。はい、じゃあ僕たちの結構イチオシというか今シーズン攻めたアイテムを取ってみたのが、このナイロンのセットアップですね。はい、これが3色展開になってます。はい、ランシングアノラックっていう名前になってて、アナラックパーカーってすごいこうカジュアルなアイテムなんですけど、それもこう踊れるぐらいのものになってる、かつもちろん
雨の日とかでも対応できるようなものになってます。フリルがね全体的に配されてるのがちょっと特徴的なのと、あとスタッツ、このスタッツとかも例えばシャツだったりとかカバンとかにも付いてるようなものになってます。あんまりないですよね、こうナイロン系のアイテムにスタッツ付いてるとか、ね、いやあんまり見たことないね、っていうアイテムになってます。これ最高ですって後藤さんが、はい、これは最高です。もうめちゃめちゃこれ最高で、展示会でも一番最初に来ました。僕もなんかルックもねかっこよかった、ね、かっこいいですよね、はい、だからルックとかだとこういう生地感なのあんまりわからなさそうなんですけど、うん、あの質問箱にも来てたように実際にちょっとビニールっぽいような感じになってます、うん、っていうのも上から加工が施されているようなものなので、ちょっとこういうちょっとビニールっぽいような質感のものに仕上がってます、うん、で、ウエストを絞ることができたりとか、あとポケットもついてたりとかっていうようなディティールなんですけど、一番はその、今シーズンを象徴するその二面性っていうキーワードっていうところから、よいしょ、外せる、取り外し可能になってます。ベストになります。そうで、これもなんか後藤さんが書いたメッセージっていうのをまたちょっとブログとかでも紹介しようと思うんですけど、季節を問わずに着ていただけるっていうのはすごいいい点だなと思ってて、例えば今の時期だったらこれ一枚で着れるけど、あの夏とかだったら正直こういう素材ってちょっと蒸れるし暑いと思う、けど一応春夏だからちゃんと春夏でも着ていただけるようにベストになってるっていうのは、結構今シーズンのいろいろなお洋服に出てるようなディティールなので、ちょっと注目してみていただきたいなと思っています。なんか後藤さんと食事した時に春夏に12月に入ってきて、でも実際に夏に着れる服とか、あと春夏に半袖とか入るけど着づらくないですかみたいなお話をしたのが去年の、あ、じゃあ今年の5月とか4月ぐらいにそういう話したのが、なんかスプとフラッシュバックして、なんかそういう実際にこの日本の今のファッションのなんて言うんだろう、流れみたいなのに対する違和感に対しても出ているようなデザインじゃないのかなと僕は感じました。合ってるかどうかわかんないですけど。はい、っていうアイテムです。で、首が結構上目までしまって、ここまで閉まって、で、ごめん、こんな感じでフードも結構深く作られてます。結構深いっすよね。結構深いです、うん、あ、しかも後ろにドローコードもついてますね。あ、本当だ、ここか。あ、そうそう、そうです、調整できる。そう、絞ったりとかもできる。だから女の子とかでも結構着やすいのかも確かに知れないっすよね。確かに、なんか帽子っぽい感じなんですね、ちょっと、うん、キャップみたいな、うん、なってる、なってます、そこが、はいはいはい、だ結構雨にもちゃんと強いようなデザインに仕上がってますね、うん、で、めっちゃ軽いんで結構着やすいですね。うん、めっちゃ軽いです。ノンストレス、めっちゃ、はい、いいよ、はい、怖い、怖い、っていうアイテムになってます。値段がいくらだっけ、48,000円タックスです。48,000円のタックス、52,800円です。正解。はい、で、サイズが44、46、48、はい、で、今僕が着用してるのが44です。はい、少し大きめですかね、うん、作り的にはちゃんとこう中に何か着てレイヤードできるようなサイズ感になってるので、ちょっと小柄な、僕ぐらいの身長の痩せ型の子とかだったら44で全然いいかなと思います、うん、はい、うん、色味によって全然印象変わるんですけど、まあ無難に黒は、まあ、今シーズンのキーカラーということもあって、とりあえずまずおすすめですかね。はい、なんかこうジップ全部上まで上げて、あのハイネックっぽくなるじゃないですか、はい、なんか多分ルックでそれをインナーにしてなんか上に着てるのがあって、着てましたね、そのちょっとこうなんか中世 の, あの貴族のあれっぽいなと思って、
可愛かったですね、うん、あのルックめっちゃかっこいい、めっちゃかわいい、半袖とかでもめっちゃかっこいいよね、多分ノースベストか、あ、はい、これはね、結構あの MSA でも新しいやつ、ちょっとスポーティーっぽいような、うん、スポーツ素材っぽいようなものだし、なんか僕的にはすごい挑戦してみたかった。なのでみんなにこれね、ちょっと着ていただけたらなと思ってバイにしました。半袖どうですか？ノースリーブ。ここいいです。全然変じゃないですよね、はい、ノースリーブでもすごいかっこよく着ていただけるので、中にロンティー着てショーツとか夏だったら合わせたりするのかな。でも蒸れることも多分そんなないし、ここ空いてるから、だから本当にオールシーズン着ていただけると思います。はい、はい、出てます。じゃあちょっとざーっとまだまだあるんで、はい、パンツ紹介します。はい、パンツこんな感じです。これも44着用してます。前横後ろしますね。はい、こと結構すっきりとしたシルエットかな、うん、でこれも二面性というかあれなんですけど、後ろにジップがついてて、これの開閉でちょっとしたシルエットの変化をつけることができます。結構ここまでは組んで、うん、ちょっと僕つなぎ今着てるんでみんな見えてますけど、こんな感じでぐーっと開け閉めすることができます。で開けるとやっぱりちょっと開くので、フレアっぽいようなシルエットに前から見た時もなるのが特徴的です。で、サイドのポケットとそこからずーっと続いてるこのフリルのデザインが一番の特徴的ですかね。いや、女の子が着るとこういう感じ。はい、私も44着用してます。うん、こんな感じです。全然いけます。なぜならウエストがコードなので。確かに。あー、なるほど、うん、はい、うん、ウエストがコードのデザイン。これ開いたままだとちょっと落ちますけど、ウエスト結構絞れますので、うん、ぐーっと絞ることができる。でも僕細いけどそんな絞らんでも履いたり履いてるんで、全然多分結構幅広い方に44着用していただけるんじゃないかなと思いますね。あと膝の部分、膝がこうこういうパンツって出てきたりすると思うんですか、こういう切り替えも入ってて、そんなにこう出ることもないよ。本当だ。でちょっとこう目のような切り替えになってて、本当にちゃんと膝きます、そこにね。これいいよね、本当にちゃんと膝きます。はい、ね、っていう感じですかね。でこれもあの上と同様にあのダンシングパンツ、何て言うっけ、ダンシングトラックパンツだ。でちゃんとこう踊っていいよみたいな、こういう生地でスポーティーな素材、あのスポーティーというかナイロンっぽいような感じですけど、これで踊ってほしいような意味合いを込めて、あのそうですね、今日みたいなね、雪の日とかでも全然気軽に使っていただけるものになってます。うん、で今ちょっと赤がないんですけど、はい、あの一応赤パンもあります。はい、この色味のパンツもあります。でいいですねってコメント来てますね。いいですよね、めちゃめちゃいいです。個人的には黒か赤推し、パンツは、うん、トップスは白か黒推しって感じです。まあ、赤のトップス結構奇抜だから、パンツとかだったら合わせやすいと思うんで、なんか赤パンいいのかなと思っています。はい、はい、パンツが32,000円タックスです。お、え、安いの。うん、安いっすよね。安いです。これと一緒、これも32,000円タックス。あ、なんかそれぐらいやったと思います。あ、結構いいですね。はい、かなり手出しやすい、手出しやすい、うん、パンツはかなり手出しやすいと思うし、あの今までこういうのね、ちょっと挑戦したことなかった人も、まあ徐々に徐々にスポーティーなムード、スポーティーというかストリートのムードからファッションの、あのモードの人たちはこういうね、ザ日本でいうモード、黒っぽいようなお洋服とかに挑戦し始めてる人とかもいるので、ちょっと早めにこの辺手を出してみてもいいのかなと思います。で、まあ、動きやすいし実際履きやすいし、思ってるより多分合わせやすいと思うので、ぜひ価格も価格で高いですけど、まだ手を出しやすい価格だと思うので挑戦してみてください。はい、サイズが42、44、46、48、ないか、はい、ないと思います。はい、46までです。ただウエストはこう全然ゴムなんで、あのちょっと合腹ある方でも全然48でも着ていただけるのかなと
あ、46でも来ていただけるのかなと思います。はい、はい、次、え、あ、シャツ、シャツいくか、シャツ、これだ、よいしょ、シャツどうぞ。はい、次シャツですね。シャツは定番のジップアップのディテールが特徴的なシルクシャツです、はい、で今僕はちょっとあえてボタンにしてるんですけど、はい、こういうジップに留めていただけることができます。はい、はい、ジップと、ジップとあとこのボタンですね。ジップとボタン。で今シーズンね、すごいこうデニムでも、うん、あのシーズンのファッションショーでもデニムデニムってみんなこう言うぐらいすごい特徴的だったこのスタッズのディティール、本来ね、うん、こういうシャツとかシルクにはまさに絶対にないようなスタッズ の、うん、あのディティールをあえてプリントで施してます。でこっちのシリーズはコットンにプリントされてて、そこに実際にスタッズが打ち込まれてるんですけど、こっちはシルクにプリントされてます。なのであのなんだ、発色がめちゃめちゃいいというか、確かにコットンのものよりもシルクのもいいですね。美しい感じになってますね、この辺とか。でやっぱりこれあの裁断の場所によってちょっとずつ気持ち変わってくるんですけど、でもどれもいい感じのものになってます。これめっちゃいいですよね。これめっちゃいいです。で遠くから見たらあのスタッツ打たれてるようにも見えるし、うん、みんなでこうね、今日研究しながら、うわこれ離れてみたらマジでスタッツ打たれてるように見えるって言ってたぐらいのものなんで、なんか立体感ありますよね、プリントに。本当にめっちゃ綺麗なんですよ、なんかこの青のね、なんかスタッツが光ってるみたいなのをそのままプリントされてるんですよね。なんかただの、あの色味だけじゃなくて、ちゃんとその光が当たった時のこのキラキラ、ここキラキラしてるんですけど、うん、確かにこんな感じが多分立体的に見えるのかなと思いました、うんうん。めちゃめちゃいい感じのシルクシャツです。毎シーズンすぐなくなるようなシルクシャツを。そうですね。今季のシルクってなんだっけ？今季シルクあれです。あれ？グラニーは1個前か。1個前だ。グラニー SS か。あ、はい。レオパード。あ、レオパード。あ、レオパード。レオパードとかも結構早かったし、まあまだレオパードあと1枚ずつあるんですけど、数かなりあったのに早かったので、まあこのシルク系は。お早めに見ていただけたらなと思います。こうやってボタンで締めると普通のシャツっぽくなるし、確かに今103人の方が見ている。すごいな、すごい、初めてじゃないですか103人。いやでも、ね、あのずっとだいたい 100人ぐらいの方が、すいませんちょっとごめんなさい貫通するパターン初めてな。こうやってジップにすると、まあ、サイドジップ、ダブルジップの下からも開けることができるんですけど、ブルゾンっぽいような感じで着ていただけますね。これで44なんですけど、結構袖も長くて、うん、あのアームホールも広いので、あの人によっては背のかなり低くて44の普段40の子も48で買って大きく着ても、あの着てる子とかもいます。なぜならこのシルクの動き方が美しいからっていう理由で、あえて大きめにブルゾンっぽく着てる人たちもいるので、ぜひそんな感じで、もうこれは結構背が低いから44とか背が高いから48とかじゃなくて、結構どういう人でもちょっと大きめに着てもいいアイテムなのかなと思います。シルクの美しさとこういう断ち切りの荒さとかが、あの象徴的な MASU の、あの象徴的なアイテムになってます。すいません、身長あの今あのご質問あったんで固定しておきました。ありがとうございます。男性177センチ、女性158センチです。はい、はい、じゃあ今発表しますか。はい、すいません、ちょっとなんかこれあのこれのサイズ感なんかあの見たいですとか、あのなんていうんですか、あのこういうアイテムありますかみたいなのは、一応一通り全部紹介するんで、うん、それあの見ていただければ全て紹介しますので、はい、はい、お願いします、はい、じゃあ次この、うん、さっきかぶってたハット、キングハットやったっけ名前、はい、キングハットっていう名前になってます。で本当にこう王冠みたいな感じでね、いやすごいくり抜かれたものになってて、これに関してはのぞみ黒川さんっていう、ここですね書いてるんですけど、まあ、MSU が3シーズンか業業で作ってる、
作っていただいてるあのハットメーカーの人が一個一個作成したものになってます。結構こう固めの生地感で、うん、硬いですね。硬いよね。はい、しっかりしてます。で、僕結構ここがやっぱいいなと思って、このちょっとベルベットで、確かにめっちゃ高級感あってすごいかっこいいアイテムで、かなり長いこのね羽、うん、かわいい。これいいですよね。いいです。ちょっとこういう粗さも粗い部分もあったりとかしてて、うん、本当に品があるハットになってます。でも結構攻めたアイテムだし、価格もちょっと高め、うん、高いんですかね。やったんですけど、あのそれでもすごいスペシャルなアイテムで、セレクトショップに並ぶ数とかもおそらくほとんどないと思うので、うん、これちょっと特別な人につけていただきたいなと思います。サイズ感はうーん、まあちょっと普通、なんて言ったらいいんだろうな。でも耳に引っかかってますよね、うん、男性だったら全然いけるサイズ。確かに、58とかなんですかね。どうなんですか、もうちょっとちっちゃいんですかね。でも吉村さんの頭ちっちゃいから、ね、なんでまあちょっとあのあれ、あ、そうですね、明日の24時に、25日の0時、24日の24時にオンラインショップ公開するときには寸法ぐるりで書いて、はい、入れときます。それ見てみてください、はい、でもちょっと、まあ、男の子だったら全然いけるサイズだと思います、うん、あの1点しかないので、これはこれ1点です、はい、ちなみにあのシルクシャツの多分先お値段言ってなかった。あ、確かに、あ、すいません、4万8000円でしたか。4万8000円だった。あ、4万8000タックスです。はい、はい、4万8000タックスの44、46、48の3サイズ、3サイズ展開です。で、ちょっと、あ、これだけ言っときます、はい、黒だけちょっと、現状在庫が44、1、46、1、48、1の全部1点ずつになってるんですよ。確かに。ただ、僕たちそれ以外にも実際入れてて、この生産の都合上で1月になってしまうので、うん、じゃあ44の2人目の人はちょっと予約っていう形になってしまいます。なので、それだけ申し訳ないんですけど、ご了承いただければなと思います。はい、白は数ありますので、白は数あります、はい、黒だけちょっとそういう感じになってます。はい、はい、じゃあこれ、あ、こっち行きます。お値段、あ、値段言ってないな。それ確か9万円のタックス。確かに、そう、あ、そうです、9万9千円です。9万円のタックス、9万9千円になってます。はいはい、で、1点のみの、1点のみで最高ですね。これなんかヒロさんが色の話してましたよね。いや、そうなんです、なんかキングハットっていうあのネーミングなのに、はい、こうダスティーブラックっていう名前のカラーで、なんかキラキラしてるカラーじゃなくて、あえてちょっとこうくすんだカラーとか、ね、っていうのがなんかすごい、なんかちょっと皮肉めいてて、なんかこうストーリーありそうだなみたいな、ね、なんか MSU のそういう実はこうアイロンに皮肉を込めたみたいなものって結構あったりするじゃないですか、いろんな部分に。それをこう感じる名前ですよね。あと、そうですね、今改めてそう言おう思ってた、忘れたけど、このリボン、リボン可愛い、本当だ、可愛いですよね。可愛いです。これもね、こういうところがちょっとユーモアって、はい、しかも逆なのも多分意味あるんですよね。あ、なんか意味ありそうですね。あえて逆、うわ、高いけどめっちゃ欲しい、ぜひ。いや、そうですよ、吉松さん今日もかっこよすぎます、そのハット可愛いですねって聞いてます。俺は有志先生やと思うな。ありがとうございます。アイコン吉松さんじゃないですか。違うかな、違うかな、でも全部有志先生と思って。あ、でもなんか、あ、そうです、そうです、あ、有志先生や、いいって合ってます。はい、じゃあ次、靴にします。そうです、恥ずかしいから、はい、靴にします。はい、僕履いてるこの靴、いつも協業でやってる、これも3シーズン目かな、 MSU が初めてブーツを出した時からやってる、うんとね、初めてじゃないの、実際と、ブランドがオリジナルで出したブーツとして初めて出したのが3シーズン前なんですけど、21年の秋冬なんですけど、その時からずっと一緒にやってるフィルシューズさんとのコラボのシューズになってます。で、ブラックがレザーで、こっちのインディゴの方がユーズドのデニムになってます。なので一点一点ちょっとこう変わるような色味になってるのがこっちで、こっちは同じようなブラック、ただブラックでもちょっとこう使い古したような加工が施されているのがこの黒ですね。
形が結構かっこいいっすよねってヒロさんとさっき話したんですよね。これマジかっこいいっすね。なんかこうちょっとクッと縮んでる感じがすっげー、めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗ですよね、はい、これかっこいいな。これいいっすよね。なんかもうめちゃめちゃタイムリーなんですけど、あの栗野さんがあの、まあ、たすそれは栗野さんタッセルローハを買ったらしいんですけど、はいはい、っていうのを昨日見てていいなってやっぱちょっと思っちゃった。いや、いいっすよね。やっぱりローファーいいっすよね。しかも春ってちょっと履きたくなりますよね。履きたくなります。春夏はね、ちょっとこう、はい、これあとソックスもね、うん、チラッと見えるような感じぐらいなんで、うん、抜け感も出てカラフルな色味のあるものとか持ってきてもいいですし、結構合わせやすいと思います。合わせやすい。あと特徴なのがこのね、この中に金が隠されてるんですけど、これがねいいですよね。いいです、うん、ここのゴールドとかはまたあの MSU のね、これかネックレスしてるんですけど、このネックレスと同じやつかな、おそらく。土の月の満ち欠けを表現したものになってます。なので、なるほど、ムーン、あ、ムーンローファー、そうです、ローファー、ムーンデニムローファーとムーンローファーになってます、はい、ムーンレザーローファー、はい。でお値段が今までのブーツとかよりちょっと安くなってます。7万5000円のタックス、うん、だから8万2500円かなになってます、はい、これはうちの名古屋のスタッフ迫田一押しです。これ買うんですか？これもでも数あんまないですもんね。そう、数あんまないです。二色展開で数ほとんどないので、ほぼないです。どっちも同じ値段でしたよね、確かに。はい、一緒でした。なるほど。ムーンウォークってコメントいただいてるんですけど、あ、確かに確かそれもあるわ。あ、確かに。ムーンウォーク鳥肌立った。すごい、確かに確かに。そうですね、はい、ムーンウォークと、なるほど、そうだ、なるほど、そうです、そうです。いや、でもほんまにそうっすよね。だから、はい、このこれもそうっすよね。はい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 、なるほど。いや、うわ、やば、なんかもうすごこうすごワンピースを読んでるの、なんか伏線がもう回収してる。確かにすごいな。間違いないです。そういうことです。そういうことですよ。はい、素晴らしい、素晴らしいです。じゃあそのままこの、はい、うん、そうですね、これいきましょうか、はい、あ、値段言ったか。あ、で、サイズが26と27、42と43でも確かなってます。はい、確か。でももう、あ、デニムの方は27ないです。あ、ないです。26しかないです。はい、らしいです。レザーが26と27です。はい、詳しいです、詳しいです。はい、すいません。さすがです。はい、はい、で、このムーンネックレス、月の、あの満ち欠けを表現したネックレスになってます。これだからぐるーっとね、変わっていくんですけど、ぐるーっと、うん、ですね。で、ゴールドとピンクゴールドの2色展開になってます。これはこれめっちゃ可愛いよね。可愛いこれ。なんか結構遠くから見てて、あの動くとめっちゃキラキラするんですよ。あ、そうなんだ。確かに。さっきちょっと反射しましたよね。あ、そうなんですよ。なんかめっちゃ、うん、めっちゃこうなんていうんですか、存在感あります。でもなんかあの、よう見たらすごいおもろいデザインですよね、はい、この感じ。最初多分みんな何やろって思いますよ ね普通に丸がザーってなってるだけなんかなと思いきや、うん、こうやってよく見るとなんか月の一個一個全く違うっていうのがね、いいですよね、うん、月の形ね。でネックレス作るのありますけど、満ち欠けをネックレスするってやばいっすよね。すごい感動した。はい、めちゃめちゃいいです。あと、あの見た目以上に軽い、うん、軽いよな、はい、ネックレスの素材は何でしょうか。これブラスやったかな。これブラスですね。ブラスでしたね。真鍮になってます、はいはい、これも1個ずつでしたよ。これも1点ずつになってて、値段が3万円タックス。3万2千円か3万円3万2千円3万円タックスで3万3千円になってます。でゴールド、ピンクゴールドで全て1点ずつになってま す, てます。はい、はい、箱かわいいですよね。うん、箱も今回 M、はい、タグは変わらずでこんな感じ。これ何体っていうんやろな、はい、でもなんていうんやろな、でも M、ね、これが一応全部のあの、はい、あれですよね、スカジャンとかにもあったりとかするような感じのこんな感じマークになってます。はい、はい、そして次これ、お、
お実は仕込んでたんですよ。本当だ。ブレスレット、キーカラーの赤とちょっとこうくすんだシルバー。